あぶはい、ありがとうございます。澤渋谷です。今回もスプラトゥーン2実況をやっていきたいと思います。で、今回もねガチマッチの方やっていきたいと思います。で、ゲージの方ね見ていただければわかると思うんですけど、あと1回勝てば S に上がりますという感じですね。さあやっていきましょう。富士坪スポーツクラブ、前回とねギアは若干違うんですけど、足しか変わってないかな。足が前回受け身術使ってたと思うんですけど、受け身術外してサブ効率 1.3 積んでますね。足は頭と服はねイカ忍者のままなんですけど、見た目が変わってますね。はい、敵洗濯機、洗濯機はね北斎の天敵なんだよね。ブラ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 、とりあえずボムで牽制しつつ、敵が2枚落ちて人数有利取れたので乗る。押し切り、押してけ。クラブラがいるね。クラブラはいっちぇーめっちゃ吹き飛ばされたんだけど、クラブラの直撃でもあんな飛ぶんだね。クラブラやりんで、あ、ナイスナイス、乗ってくれてるわ。洗濯機がマジでナイスナイス、洗濯機やれんのなかなかありがたい。チャージャーがいるけど、まあまあまあ当たらずになんとか。見た、あ、味方いけんじゃない、いけんじゃない、ナイスナイスナイス、味方ナイスすぎ。乗ってるだけ、なんかいるな、いるねいるね。洗濯機じゃん、洗濯機マジ天敵なんだけど、洗濯機マジ天敵なんだけど、危ねえ、インクがない、インクが、インクがないよ。あぶあぶ、ナイス味方ありがとう。めっちゃ吹き飛ばされたんだけど、ありがたすぎんだろう。お、ちょうど洗濯機いいじゃん、ナイスナイス。戻ります。押してけ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 、ウェイ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 、オッケー。いや、最後チャージャーに打ち抜かれるかと思ったけど、味方がやってくれてたのかな。出た、このロボットボムあるあるね終わり際に投げると爆発するまで試合が終わらないという、イエーイ。というわけで、なんかもうあっけなく上がっちゃったね。うん、前回はめっちゃ接戦に接戦に接戦に次ぐ接戦で負けて割れたんだけどまああれはエリアだったからね、矢倉じゃなかったから。まあまあまあ、とりあえず S になりましたということで、まあもう2戦ぐらいやろうかな。イカ即ついて、あー、まあ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 許そう。はい、というわけで S 帯に入った2戦目ですね、やっていきましょう。いまあ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 、S、まあ、そんな変わんないでしょわかんないけど、そんな変わる。僕はホコだけ S プラスなんですけど、もうホコ S プラス上げたのも相当前の出来事だから、多分もう2、3ヶ月前ぐらいだよね。そこに1人いるんだよね。あ、登ってた。やれないやれない、悲しみやれない悲しみ、痛い痛い痛い、死んだ。あ、でも人数有利は取れてるね。あ、ん、お、い、あ、あ、でも今不利か。 B バスなんかね苦手、 B バスの勝率は全くないですね、僕は。あの、さっきヒビ2つ入ってたと思うんですけど、あれ両方とも B バスで負けたんで、いてー、バレてた。なんかね、 B バスは苦手だな。やっぱなんかあれかな、裏取り行くタイミングとか、ああいううちにしかならんよね。裏取り行くタイミングとか考えた方がいいのかな。裏取りも結局さ、裏取りしてる間に味方がお亡くなりになっちゃうと悲しい感じになっちゃうからね。やっぱ味方との連携が大事っすよね。とりあえず矢倉返してくれてるので、今のうちに塗り状況を整えていきたいと思います。やられたらしいです。なんかいるなんかいるなんかいる、あれやれない、あれマジか。あ、ノバだったんだね。つか、まあブラスターノバしかいねえわ。今の一方的にやれるつもりだったんだけど、ダメだったな。一応敵引いた？いるじゃん、まだ。あぶねえ。なんかいる、なんかいる。マジか。
どこにロボボム投げてんねん。あっ、まーじか。いや、今のミスったな。つかバケツ相手にジェッパーは入っちゃいかんな、多分。借りやすいし。いや、今だな、判断ミスでございますね。なんかいる。ナイス味方。でも人数有利は取れてないな。これやれんじゃね。あー、一人しか持ってきなかった。もう一人いるぞ。絶対多段したもん。あ、ノバだ、ノバ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 。いやー、今二人やれたらな、でかかったな、今のは。二人やれたらもう矢倉乗って、ある程度進めたわ。でもどの道25まで進められちゃってるからね、結構きびいわ。なんかいるな、バケツか。違う、バケツ以外にいる。登れへん。なんかいる、なんかいる、なんかいる。バケツとノバか、今いたの多分。あー、味方が死んでもうたよ。これちょっと厳しいな、多分。ロボボム届かないわ。これどうしよう。なんかこっちから回って後ろからやりに行ったの方がいいのかな。でも後ろも見られてんだけど。あー、後ろからも弾が飛んできてたやつ。ジェッパー吐くならもうちょい手前で吐けばよかったかな。いや、マジでビーバス苦手だ。ビーバス無理だ、多分。ビーバス無理だ。ビーバスは無理だな。今ね、スケジュール更新する6分前なので、多分次の試合で矢倉終わっちゃうから、まあ泣いても笑っても次で最後で。あー、6キレしかしないか。まあ敵の方がなんか圧倒的に、全体的に強かったね。戦力差を感じますな。イカ速が欲しい、イカ速が欲しい。お疲れ様です。さあ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 、ラストやっていきましょう。藤壺が来たのはありがたい。あれだね、でもノックアウトできれば、もう一回できるね、時間的には。さあ、ローラーお互いに2位、こっちはダイナモ。ふーんって感じですね。とりあえずボム投げて、左に1人、どうしよっかな。1人やってくれている。余裕で届かなかったわ。いやー、これあかんあかんあかん。こいつやで。あー、落ちちゃった、もったいねー。ナイスナイス。あぶね、怖い怖い怖い。ナイスやり。ローラーがそっちか。ピカ忍者つけてるね、多分。今パッと見しか見えなかったけど、一人つけてるのは見えた。ロボボム投げたーい。そこに一人いるんだよ。うわー、なんかいるなんかいる。ナイスナイス。ミサイル怖いよー。撃ってるー。あ、今ちょっと当たった、傘当たり。もう一撃、まだいるまだいるまだいる。敵いかに、ローラー両方ともいかにんだな。オッケー、なかなか強敵だ。こいつやれる。あぶねえ。でも守れなかったっぽいな。あ、好きな、いいです好きな。ロボボム牽制、ナイスリード。ロボボム牽制していけ。イカニンローラーがいるんだけど、ちょっと待ってね。ローラーは片方やれてる。ノバが死んでしまった。オーケー、味方が蓄積してたおかげで倒せた、ありがとう。スピナーが正面、ナイスナイス。味方ナイスすぎ。上から多分ローラー降ってくるから気をつけて。味方が対処してくれてる。超えてる。オーケー、ナイスナイス。いや、連携取れている、素晴らしい。これワンチャンノックアウトできんじゃない。あぶいあぶい、死ぬ死ぬ、あぶいあぶい。ナイスナイスな、あの乗って、あ、置いてかれた置いてかれた、待って。なんかたまたま一発で当たったけど、ローラーにやられたわ。あ、でもよくいけ、ナイスナイス。よーし、いや今の素晴らしいね、いい連携。
でもこういう試合ができるとね、立ち馬楽しいよね。いやー、今のは良かったね。なあ、カニ味噌さんって人が強かったかな。なんか明らかに明らかに強くねみたいな。一応もう一回できるからもう一回やろうか。うん、ノックアウト2回してるしね。さあさあさあ、泣いても笑ってもこれが最後、ビーバスパークやっていきましょう。ビーバスか。なるほど。マジでビーバス苦手なんだけど。左には敵いないな。真ん中と右ツールだけですね。キスやり、もう一人やる、オッケー。とりあえず2キルしました。あ、もう一人そこにいるな。オッケーやった、危ねえ。ヤグラ進めていけ。一旦多分全キル入った。全キル、全キルって言い方初めてしたわ全員やったから、とりあえず今のうちに進められるだけ進めたいところ。ゴムでやった。今誰も乗ってない、もしかして。なんか下にいる。誰がどこにいる。後ろにいるのか。あぶねえ。やれなかった、嘘、マジで。今当たってると思ったんだけど、マジか。とりあえず23まで進めたのはいいですの。危ないって、危ないって。吸盤もの、あっ、ちょ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 、やってた、危ね危ね、やって、危ね危ね。なんか今まぐれだけど今のは完全にまぐれだけどやったわ。左から飛んできてんじゃん。何、なんかいいの、なんかいいの。イカリンジャの私お相手いたしましょう。オーケーオーケーオーケー。ヤグラ進んでんな。なんかいるな。いた、危ねえ、相打ちか。マジか。待って、ヤグラが止まってない、ヤグラが止まってない、ヤグラが止まってない。まずくない、まずくない。みんなどうした。プライムが乗ってるっぽいな、この感じだと。待って待って、負けんのやだよ。ナイスナイス。マジでやばいやばいやばい。沼った沼った、今超沼ってた今。マジか。今絶対、まあ俺もそうだったけど、今さ、ヤグラが住んでるの全然気づかなかったんだよね。一瞬の気の緩みがこの敗北を招いたといういやー、ミスったな。途中なんだっけ、必須だっけ、なんかに夢中になってて、その時すでにもうヤグラが50何カウントまで進んでたから、その段階で気づいてね、俺がヤグラを止めに行ってれば、おそらくこんなことにはならなかったでしょういやー、いきなりヒビ入った。まあしゃーなしやな。というわけでスケジュール更新入ったので、今回はねこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしくねー。